も、足の各関節をよく見ると、こう横に触れるだけの関節。ハイペリオン4の生みの親でもあります千葉工業大学米田教授を乗せての登場でございます。なるほど。作業しながらでもね、できますもんね。いいね、作業しながら。すごいな、この動きがね。こっからじゃしかわかんないですけど、このボタンがちょっと目に見えて本当にできてるように見えますね。どっちかというとこの。なんでしょう、こう体の不自由な方が暮らしやすい空間を作ろうとか、バリアフリーとかそういう視点だったんですけど、そうではなくて、もうちょっとこうなんていうんですかね、ファッションとか文化とか、そういうものの一環として、そういうロボットを捉えて、それを提案できればいいなと思っています。介護でしょうか、自分の年齢もね、そういうだんだんそういう年齢になりつつありますし、介護の方がやっぱり興味がありますね。キャラクター性をも出せて、こう非常に表現力の高いことをさせつつ、観客に見せるようなバトルもできると、だからもう見せ物としては格好ですよね。